動画共有サイト YouTube は10日、動画の低評価数を非表示にすると発表しました。動画クリエイターを悪意ある攻撃から守るためだとしています。YouTube は今年の前半、低評価数の非表示に関するテストを行いました。低評価による嫌がらせの現象が見られたため、この措置を全面的に展開することに決めたとしています。今後、いいねの件数は引き続き表示されますが、 低評価の件数は表示されなくなりますクリエイター側は YouTube スタジオの管理画面で低評価数を確認することができます一方一部の評論家は YouTube が低評価数を非表示に変更するのはバイデン政権を守るための措置だと考えていますバイデン政権が投稿した動画では低評価の件数が高評価の件数をはるかに上回っています YouTube は政治的中立を主張していますが、今年4月、バイデン政権が投稿した動画の約250万件の低評価数を非表示にしましまた。NTD ジャパンがお伝えしました。